ドリームチェイサーです。今回はこちら妖怪ウォッチシャドウサイドの妖怪アーク2、こちらをボックス開封していきます。はい、前回の続きどんどん開けていきたいと思います。前回までに超激レアランク妖怪アーク1種、レアランク妖怪アーク1種、そしてシークレット1種の残り3種類を残すまでとなりました。無事出てきてくれるか楽しみに見ていきましょう。1回目の開封の様子は下の概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、ではどんどん開けていきましょう。今回は後ろにボックス番号が書かれているんですが、こちらはどの箱も共通して同じ番号でした。3952-0808となっています。これが、パックの後ろ、パックの下の部分に書いている番号と同じになります。はい。まだ出てきてない超激レアランク、四天童子が今回の狙い目。そして意外と出てきてないこのレアランクの同月だったかな。と、シークレット。シークレットも何なのか気になるので出てきてくれたら嬉しいなと思います。では開けます。はい、中はこんな感じ。パッケージの絵柄は箱の絵柄と同じ感じですが、少しこんな感じでアークが目立つようになってますね。超激レアランクは光るということで、この部分が光ります。そのままだと光らないんですけれども、ライトサイド、そしてシャドウサイドを、召喚するときに、エルダーにタッチすると、この部分が反応して光ります。はい、ではどんどん開けていきましょう。何が出るかな？あー、パックン。まあ、ほぼほぼ被りなのでね。出ないんですが、いなり。出てきてほしいなら、まずは同月と、主天童子。じゃん。ミッチー。はい、ミッチーはミッチービームの音声が入っています。いいですね。はい、こちらはロボニャンダブルオー。どんどんいきます。せーの。あ、カイラが出てきたー。ということは。四天童子はこの箱にはないかも。あー、でもわかんないので、開けていきましょう。メラメライオン。はい。ひもじレアランククリアですね。凍結ありがとう。ってことは全く同じ箱ではなかったんですね。セミコロン、よかったよかった。はい、ひもじがかぶりでした。一箱に一つずつかぶりが入ってるような感じですね。はい、では2箱目開けていきます。お願い、主天童子来てほしい。はい、シークレットは仕方がないにしても、やっぱりここは揃えていきたいですよね。ピンク色のこのアークが欲しい。あー、ミッチー。青龍。うん、この流れもなんかやばい気がする。まあでもね、どれもね、同じ感じだから。あ、同結が来ました。さあ、来い。この、四天童子。来い、来い。えい。あー、ミッチーが被りました。四天童子、来い。せの。ロボニャン。
にゃんだ。さあ、せーのね、ほい。ああ、メラメライオン。こいこい。出てきて。お願い。お願い。ああ、スーさんが来た。ああ、嫌な予感。今回はカイラ祭りか。ああ、ひもじ。もう、ミッチーでかぶったから、ひもじが来ることはないけど、じゃん。セミロング。セミコロング。ラス1。さあ、来い。お願い。お願い。お願い。せーの、じゃん。あー、パックーンっていうことは、今回の最後の箱が一番引き悪かったかな。スーさんだけでしたもんね。でもその前もカイラだけだったので、あ、オクトグモグも今回は出てこなかったんだ。ということは、そっちが出たのも結構、初めの1回目の開封結果の方が良かったのかな。これは厳しい。厳しいよ。激レアランクは本当に激レアランクなのかも。酒呑童子欲しかったな。ちょっと探してみたいなと思いますが、まあカイラがじゃあ2つ出てきただけでもかなり良かったんですかね。まあ、個人的にはこれ出なくてもこっちが出てきてくれたらもうそれで満足だったんですが、悔しい。酒呑童子とシークレットが出ませんでした。はい、というわけでこちらが今回出てきた2箱開封した結果になります。超激レアランク妖怪アークはジャオーカイラ1種類、激レアランク妖怪アークはスーさん1種類、レアランク妖怪アークはメラメライオン、ミッチー、セイリュウ、ドウケツの4種類。オロチが出なかったんですね。そして、ノーマルランクはコンプリート。パックン、ロボニャン、ダブルオー、イナリ、ヒモジイ、セミコロン5種類出ました。前回2箱開封で1個出てきたのはこちらのオグトグモグ。そしてオロチは2つかな出てきたんですよね。はい、なので出る箱もあれば出ない箱もあるという感じで、かなりそれぞれのアークがばらけているようです。この感じだとコンプリートするにはだいたい6箱ぐらいが目安になるのかなっていう感じがしますね。ちょっとこれは厳しいなぁ。ノーマルアークはかなり被るんですけどね。あの、レアランクですら、揃う人と揃わない人といるかもしれないっていうのはちょっと大変だなって思いました。では、今回出てきたアーク、音声を聞いていきましょう。はい。では、今回はランダムでいきましょう。パックン。はい、セリフが素敵。
はい、ダブル O ですね。いきましょう。鬼なんだ。はい、ではシャドウサイド。ハテナマークなので、ハテナの音声が流れました。ひもじ。
シャドウサイド。メラメライオン。とメラメライオンがこのなんだろう、豪傑っぽい感じのちょっと新しい感じの種族音声になります。シャドウ。チャオカエラ。この部分光ったの見えましたかね。シャドウサイドにしても反応するのでちょっと見ていきましょう。がクリアになってるのはこちらの、ライトサイドの方なんですね。シャドウサイドのところは、こんな感じで埋まっているので、後ろで光ってるんですけれども、後ろからこう発光してるのが見えるような状態になります。はい、ただ光るアークは新しいですね。この他にも主点同士の、アークは同じように光るようなので、ぜひぜひゲットした人はチェックしてみてください。ランクごとにアークを分けておくとこんな感じで分かりやすいかもしれないですね。ではサーチモードで今回出てこなかったオグ、トグ、モグがどんな感じの音声するのか聞いていきましょう。あ、おしゃべりはちゃんとライトサイドにしないと聞けない感じなんですね。カイラーどうかな。はい、こちらにタッチした時にもこの発光部分光りますね。あとでは今回出てこなかったオロチも聞いてみましょう。いけるかな。はい、まあまとめておくとなくさなくていいんですけれども、これごと使うのはやっぱりちょっと大変ですね。凍結もいってみようかな。
はい、こんな感じになります。サーチモードでもたくさんの音声聞けて楽しめますので、ぜひぜひ皆さんも遊んでみてください。はい、というわけで今回は妖怪ウォッチシャドウサイド妖怪アーク2、こちらをボックス開封してみました。コンプリートできなかったので、また買い足したら紹介していきたいと思います。ぜひぜひ楽しみにしていてください。以上、ドリームチェイサーでした。チャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。